はい、セントライト記念ってことでね、やっていきたいと思います。秘密結社フェグム総水発注でございます。こちら、まあ、中山のメインですね。まあ、3歳の G2 芝の 2200m の競争ということで、まあ、しっかりと見ていきたいと思っております。まあ、菊花賞とライアルってことでね、結構上り馬がまだ出てきたりする。まあ、3歳勢がどこまでやれるかっていう中で、まあ、ローズステークスとかね、このあたり、まあ、そしてこの後のね、神戸新聞杯くらいまでっていうのは比較的大事なレースになってくるわけですよね。まあ、ここら辺ぐらいまでに出てきた馬じゃがね、まあ、今後も小馬でも、小馬路線もね、上位に来るってところになってくるんで、今回これでいきたいと思います。まあ、軸は4番のレーベンスティール、前売り2番人気ですね。まあ、ラジオ日経賞3着に負けたんだけれども、まあ、ここのレースっていうのが、まあ、どうしてもね、やっぱりハンデ戦でハンデを見込まれすぎた感がある。ただの2勝馬って考えたときに、他の2勝馬と比べると、ハンデが2キロ重かった。まあ、トップハンデタイではあったので、他の馬とね、でもね、もうちょっとこう強い馬もいたしっていう評価にも見えるんだけれども、まあ、とはいえね、まあ、そういったところで不利があったのは間違いがない。まあ、実際、まあ、レースでも不利を受けてっていうところがあった上で、今回モレイラ、まあ、期待度は高そうですね。入れておきたいと思います。まあ、そして6番のシャザーン前売り5番人気。皐月賞とアービーともね、着差は大きくなかったわけです。両方出られているというあたり、まあ、そしてね、このメンバーならということで言えば実績も上位ということで入れておきたいと思います。まあ、そして9番のアームブランシュ、前売り10番人気。まあ、一勝クラスをね、コバ相手に負けてきたではなく、三歳馬同士でね、負けてるんですね。三歳馬が上位を占める中で2着という成績。まあ、それでもね、ここに直行してきたあたり、まあ、どうしてもね、一勝クラスで勝っておこうってなると、夏場のね、金量の差があるうちに一つ二つ、余計にレースを使っておこうってなるはずなところを、ちゃんとね、もうここ目当てで直行してきたってあたり、まあ、菊花賞をちゃんと目指してるんだなと。一つへぐったけど、でもやるぞというね、気概を感じたんでね、入れておきたいと思います。まあ、そして10番のウィズ・ヤ・ドリーム。まあ、決闘的にはね、本番までね、追いかけたい、里のダイヤモンド3区、まあ、前より6番人気ではあるんですが、よくあるね、逃げ馬っていうのがね、ちょっと気がかりですね。前に行ってこそっていうところになってくると、まあ、どこまで踏ん張れるか、レースのプレッシャー違うぞと。違ってくるぞっていうのはね、気になりますが、まあ、それでもね、決闘的には狙いたいステイヤーということで入れてみたい、まあ、本番にも出てくるようだったらという感じでね、見ておきたいと思います。まあ、そして12番、コスモサガルマータ、前より8番人気。まあ、休み明けの前走を鑑賞してきました。まあ、蹄をね、痛めて春全休なんてことになりましたが、まあ、8ヶ月の休み明けって言っても、如月賞復帰直前にやらかしてるんで、中3ヶ月、中5ヶ月みたいな感じで、2回休養を取ってる感じなんですね。まあ、東海帝王が1年ぶりに勝ったって言いながら、宝塚記念では実は復帰できる予定で、なんか半年の怪我を2回やったみたいな感じでね、まあ、実は1年の大怪我ってんではなかったっていうのと同じように、まあ、コスモサガルマータもね、中8ヶ月の重篤な故障があったわけではない。まあ、なのでね、前走のね、その辺の復活劇っていうのも当然だし、まあ、体の成長って点では悪くないのかなってことで入れておきたいと思います。まあ、そして14番のソウルオリエンス。まあ、菊花賞を目指してね、ここはちょっと余裕残しの仕上がりなんて情報がありますね。まあ、フォトパドックなんか見ても太め残りだなんて話なんですが、まあ、でもね、それでも横山武史の、チェック眼っていうのはね、なかなか信頼に値して、そこでね、まあ、彼が高く評価をしているってことの意味っていうのを考えると、まあ、彼がね、ちょっといまいちなんて言ってた馬はね、その時飛んでるなんていうのの逆でね、彼の見る目は確かというふうに信じて、今回は狙ってみたいと思います。というわけでね、今週はね、ちょっといろいろあって重賞予想の方がね、まあ、メインチャンネルの方でできずに、こちらのフェグムスポーツのみとなりましたが、またね、それぞれやっていくんで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。